皆さんこんにちは、全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は木曜日、なるほど音楽の時間です。今日はですね、楽器を持っていなくても、ね、弓を持っていなくても何も持ってなくてもできる、指のストレッチ、弦楽器奏者の方、鍵盤楽器奏者の方にはとてもね役に立つ指の体操、ストレッチじゃないですね、体操、トレーニング、脳トレにもなるかもしれないんで、ぜひ楽器やってないよっていう方もね、一緒に、チャレンジしていただければと思います。このチャンネルはね、私同様に、視覚に障害のある方もたくさん見てらっしゃいますので、見えない方でもね、できるだけ分かりやすく説明していきたいと思いますが、はい、皆さんね、手のひら、グーチョキパーのパーの状態じゃなくて、質問これ分かる人って言って、はいってあげる時の手ですね、パーじゃなくて、それぞれの指は伸ばすけど指がこうくっついてる状態ね、はい、この状態を作っていただいて、この状態から小指だけを離します。他の4本の指の指の間はくっついてるんですよ。小指だけを離して閉じる、離して閉じる、離して閉じるね。これつられて薬指をこうやって離れちゃう、方も多いと思います。でも慣れればこうやってできますね、小指だけを離す。で次、薬指と小指のペアで離す、ね、残りの3本の指くっついてます、ね、小指と薬指もくっついてます、ね、3対2でこう、ここの中指と薬指の間を、はい、開く閉じる開く閉じる、今度中指と人差し指の間を開く閉じる開く閉じる、まあ、親指ができますよね。開く閉じる、はいね、こうやって、ね、それぞれここここね、でそれぞれの方でやりにくいところってあると思うんですよ。まあ、小指とか、この小指薬指対中指、人差し指、親指とか一番やりにくいかな。うん、ここね、中心に鍛えていただいて。はい。じゃあ次の体操でいきます。次、はい、ここにホワイトボードありますけれども、ペタンと手を、ね、これ、まあ、机でも何でもいいんですよ。壁でも何でもいいんですよ。くっつけて、パーの状態ね。で、そこからこう、気持ち手を丸くします。ピアノを弾くぐらい の手の感じ、でそれぞれの指の指先、このボードにくっついてますね、はい、そして、まあ、大体なんとなく辛くない程度に指と指の間の間隔も空いてます。でここで、はい、親指と小指をくっつけたまま真ん中の3本の指は宙に浮かします。そこから、はい、薬指をトン、次は人差し指をトンとするのと同時に薬指をまた宙に浮かせます。そして今度は中指をトン、ね、と同時に人差し指を浮かせます。今度また人差し指トンと同時に中指を浮かせます。はい、薬指、人差し指、中指、人差し指、薬指、人差し指、中指、人差し指、ね、トン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 。今度はこう人差し指から始めてみる。人差し指、薬指、中指、薬指、人差し指、薬指、中指、薬指、ね、今度は親指と人差し指をくっつけます。そして小指、薬指、中指は宙に浮かしておきます。ここから小指トン、今度は中指をトンとするのと同時に小指を離す。今度薬指をトンとするのと同時に中指を離す。また中指をトンとするのと同時に薬指を離す。はい、小指、中指、薬指、中指、小指、中指、薬指、中指、ね、はい。今度、薬指と小指、壁にくっつけます。ボードにくっつけます。はい。中指、親指をトンとやるのと同時に中指を浮かせて、人差し指をトンとするのと同時に親指を浮かせて、この親指をトンとするのと同時に人差し指を浮かす。はい。中指、親指、人差し指、親指、中指、親指、人差し指、親指。今度、まあ逆とかね。薬指が離れちゃった。こうか。親指、中指、人差し指、中指、親指、中指、人差し指、中指、ね。トン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 と、トン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 とね、2パターンできますよね。はい。これで、各合計2パターンずつで6パターン、練習ができますね。これ、すごく自分が苦手なところっていうのがね、あると思うんです。そこを中心にね、トン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 こう練習すると。これほら、面白くないなって思ってる授業中とか、
面白くないなって思ってる会議中とか、あるいはテレビ見ながらとかでもね、できる、指の体操、そして脳トレですので、ぜひ取り入れてみてください。楽器の、練習にも必ず役に立つと思います。ということで、今日面白かったなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。あなちゃんでした。